はい、速稼塾でございます。3月も終わりになりました。この3月はですね、非常にお金が特徴的に動いた1ヶ月だと思います。もうちょっと細かく言うと、働き口っていうのがものすごく3月は普段だったらあるんですけども、今回はちょっと難しかったと思いますね。転職に苦労したりとか、就職になかなか先が見出せなかったり、それからね、会社とかにお勤めの方、お店にお勤めの方、アルバイトされてる方、なんか待遇悪くなったんじゃないですかね、それから4月はもうちょっと悪くなると思います。同一賃金、同一労働ってものの弊害だと思われますけどもね、まあそういったものがある一方、もう一個、金融の業界ってもかなり皆さんに身近なところですよ。こちらの方ではね、3月はねかなりチャンスがあっちこっちにあった、そんな時だと思います。まあですんで、ものすごく皮肉なことに、働くのに一生懸命な方は忙しくて時間がなくって、そういった身近にある小さな金融に気づかなかったんではなかったかなと、気づいていても使えなかったんではなかったかなと思いますね。まあその一つがスーパーペイペイ祭りですね。スマホとかで LINE ペイとかね、ペイペイとかありますよね。ああいった電子決済のマネーっていうのがありますけども、これのバックがね、今月は極めて激しかった。で、私はね、普段そのペイペイポイントで商品買ったりしてるんですよね。今回はね、ペイペイポイント全然チャージしないんですよ。現金からペイペイポイント買わないんですよ。使わないんですよ、ね、もうでもペイペイで商品を買うたびにバッグがなされていて、そのバッグでまた商品が買えたかなっていうところですね。極めつけはスーパーペイペイ祭りがこの前ありましたけども、あれの購入金額がまたね、場合によっては 40% とか 50% 戻ってくるわけじゃないですか。で、またなんか商品買えますよ。もう買うもんないやと思ったらね、水でも買っときゃいいんですよ、それとかね、防災グッズとかね、いやすごいなと思いましたね。でさらにペイペイポイントってのは別に急いで使わなくても手数料無料で送金できたりするんでしょ。で、別に今月じゃなくても来月使えばいいわけでしょ。なんかすごい世の中になりましたね。で、しかも私は昨年の11月12月はモッピーっていうポイントサイトをやって、結局トータルで25万入金があったわけですよ。その25万を2月、3月、4月と使う感じですからね。ということはね、私は全くお金を減らさずにたくさんの商品やサービスを受けることができたってことなんですよ。すごいと思いませんか。だからね、電子決済、電子マネーっていうのを日々使っていればね、こんな恩恵があるんだなと思いました。まあ、クレジットカードも2枚ほど作りましたけども、それぞれ1万、1万5000と合計2万5000クレジットカードを作ることによっていただいたんですよ。年会費無料なんですね。これもすごいなと思いますね。金融業界金余っちゃってるなと。そして徐々に問題は難しくなりますけども、暗号通貨です。ご存知のように、まあ全銘柄って言ったら隅から隅までじゃないですけどね、おおむね全銘柄激しい値上がりをしまして、暗号通貨はとにかく持ってるだけで含み益が出てる状態じゃないかなと思います。ビットコインしかり、イーサリウムしかり、リップルしかり、ADA しかりですよ。私は折しもこの4つの通貨しっかりと持ってますんで、今回ね1ヶ月ワクワクしながら見ていました。もう利確する暇なんてないですね。これからもまだまだ伸びていくんじゃないかなっていう期待だけを残して3月が終わったのが暗号通貨市場でございます。というところで、お金っていうのを2種類に分けると、トマ・ピケティさんのね、G と R っていうのに分かれると思いますけども、すごいですね。やっぱりね、その労働対価っていうのは歴史上1回もこっちの投資対価に追いついたことがないんですよね。で、それは今回も顕著だったのかなと思います。経済が強制的に止められた時でも、金融にかかっている方はみんな利益出てるんですよね。みんな儲かっちゃってるんですよ。これがまた二極化をさらに進めていくと思うんですけども、まあその中の一部でもね、私も金融業界でいただいたお金っていうのはなるべく、そうじゃないちょっとねお金に困ってる方に何らかの形で還元できないかなと思いまして、活動3月もやらせてもらいました。少しの方にはものすごくタイミング良かったんじゃないかなと思いますし、これからも折に触れてやっていきたいと思いますけども、まあ、あんまり大々的にはねやれないですけどね、私もねそこまで、余裕があるわけではないんで、何人かの方にはできるんですよね。でもこれが何十人何百人になると、とてもじゃないけども一人一人への、まあ、
なんていうんですかね、提供がちょっとちっちゃくなっちゃうんで、寄付提供が、まあ、ですんでね、いつもね抜き打ち的に限られた方だけに、まあ去年は現金配ったりしましたけども、今年も何がしかのことはねやらせていただいたかなっていうところですね。さあ、じゃあ4月からはね、ちょっとまたビジネスのことを皆さんにお伝えしながら、魚をあげるんじゃなくて魚の釣り方をお伝えできることができればいいかなと思っております。それでは本日は以上でございます。いってらっしゃい。